はいどうもマノチェです。よろしくお願いします。ワンハートやっていきましょう。難易度は57-62です。いやまあさすがに上がりにくいね。お任せでやってるとね。よしやっていきましょう。今回は楽天戦です。試合へ。ね今回ねちょっとねいろいろ連れてきたの。井上くんとかね、加藤翔平選手とか連れてきました。ちょっと出したいなと思うんだけども、外野手ちょっと出れないかな。今回は井上くんをねちょっとファーストに僕は出してみたいと思います。で打順をちょっといじりたいなと、角中清田を3番にしたいのさ。そうなったら角中がね清田3番にしたとして1番2番とも来てない。鈴木大地1番か。いや迷うな。こうかな。それとも持ってくるかい。ちょっとあんまミート力がねえんだよな。角中1番いってみようかな。こんな感じで今回やってみたいと思います。キャッチャー変えよっか。はい、そうだね。井上くん7番あたりで楽に打ってもらえれば。クルーズ5番にしよう。で今江が、6番。これでいきましょう。よし、じゃあねルーレットタイムいきましょう。スタート。ストップ。3番。また3か。清田ですね。3、2回目だね。ちなみに投手休んでて。よし、フィールドプレーの3番。はい、ライトですね。やっていきましょう。まあ走塁ランナー操作なしでいいかな。うん、これでいきます。3が多いね。まあたまたまだったらいいんだけどね。当たりやすいとかないよな。うん、ということで、今回は外野手操作ということで、まあ小話していきますか。そうだね、マインドコントロールのお話でもしていきましょう。今回はマインドコントロール、まあ知ってるよね。雨なんですけど雨天コールドなしにしてます。はい、ちょっと待ってよ。まずバッター操作、これ終わってからね。打順は3番清田。2試合当たりが出ていません。さごい3割バッターさすがだね。マウンド上のピッチャーは原島、そしてキャッチャーは小関。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。いやあれだね、いつかデスパイネとかも動かしたいね。チンポコどっこいしょやりたいよね、企画中に。わずかに入りません。あ、なんか打てる気がする。何の根拠もないけど。ナイスボール。ギリギリです。さこい。よし、目は外れました。思いっきり振ってやるぜ。アウトコース、素晴らしい、ナイスボール。そうだね、ミートチェ行こう。ヒットと、うわうまい。まあそのマインドコントロール、その要は人の心を操るよとかそういうことなんだけどもね。まあある日の夜に俺あの心理テストのことをあのスマホで検索してたのさ。あの心理テストが俺はすごい好きで、まあその結果がねどう出ようとそれを信じる信じないとかじゃなくて、
そのやってる過程が好きなんだよね、心理テスト、まあ、すごい好きでさ。でもその心理テストを夜調べてやってて、その調べてやっていく中でマインドコントロールにたどり着いたのさ。でそのマインドコントロールの中の数字にまつわるマインドコントロールっていうのがあって、でまあこれあのテレビとかでもやってたらしいのさ。でまあそのテレビで惜しい、あ惜しい、あそうか、俺ああいう時あれか、ファーストの後ろの方のカバー行かなきゃいけないのか、大変だな。でまあその数字のマインドコントロールにたどり着いて、まあそれテレビでもやってたらしいからさ、だから知ってる人もいるとは思うんですけども、今からねこの動画を見てくれてる視聴者の方にマインドコントロールを仕掛けてみたいなと思います。まあ、知ってる人もいるかもしれないけどね。で、簡単な計算をしてもらうから、それをその、まあ、画面の前で答えていってください。で、あんまり変なことを考えずに、もう純粋な気持ちで、軽い気持ちで答えていってください。準備はいいですか？簡単な計算をしてもらうから。2たす2は4たす4は8たす8は16たす16は5から12の間で思いつく数字を心の中に思い浮かべてください。思い浮かべましたか？それは7です。ここで7って答えた人はマインドコントロールされてますっていうやつ。ちょっと打席終わったらね、まあ、種明かしではないけど続き話していきたいと思います。打ちたい、先制点が欲しい。うわー、もう合わねえなー。いやー、くそ無理だよ、そんなもうチェンジアップちらついてるもん。まあその5から12の間で7って答えた人はマインドコントロールされてるよって話なんですけども、まずね、5から12の間っていう風な縛りで思いつく数字答えてもらうと、5と12っていうのは人間の心理的に省いて考えちゃうらしいのさ。でまずそこが省かれると。で、あの簡単な計算してもらったじゃないですか、偶数の計算。でこの質問の後にその5から12だと選択肢として偶数を省かれるらしいんだよね。でなんやかんやで残るのが7と9らしいのさ。ちなみに俺は9って答えた。で5と12っていう数字は足しても引いても7っていう数字が必ず絡むの、ね、だから7っていうふうに答えやすいんだってらしいよ。まあマインドコントロールだからさ、俺の話し方とかね、まあ、そういうところも思いっきり関わってくるから、必ずしもね俺のやり方でマインドコントロールされるとは限らないんだけども、まあそういうマインドコントロールがあったのさ。でね、まあ、この話にはね続きがあって、俺の母親にこのマインドコントロールのテストをしてみたの。2たす2は4たす4はって、まあ、その数字の計算をさせて、で5から12の間で思いつく数字はって3って答えたの俺の母親はね3って答えた。いや、びっくりしたよ。だって3という数字をそこまで面白くできるの俺の中で鍋厚しか知らなかったからさ、3って言ってたっていうお話でした。なんかねそういう人なの俺の母親は、どっか抜けてるというか天然というか、そういう人です。外のボール打った、
まあ、俺の母親の話で言えばその冷やし中華を、ね、家で食べた時にあの冷やし中華の、まあ、タレがあってもうずっと昔からねうちは冷やし中華のタレも一つのもの決まってんのさ。ちょっとメーカーどこか分かんないんだけどもうずっとそれなの。夏になったらそのタレで食べてでやっぱこうその味があるのよ。あこの味この味っていうのがあるのさ。でまあ今年だったかな去年だったかに、まあ、その冷やし中華を食べた時にまあ俺の母親がねあこの味この味っていう話をしてでまあ美味しいよねって話をしてたのさ。まあそしたらねタレをかけ忘れてたのね俺のお母さんはタレをかけてないのにこの味って言ってた。あこの人何でもいいんだなと思ったっていう人。ちなみに名前は純子です。よし打つぞ。60球しかないんじゃないの。いいようにはまってるね。いやーうまいな本当。チェンジアップとストレートの使い方がすごい上手。なんとかするぞ。あーくそ結局打てずか。ただもう一回ぐらい回ってくるんじゃないかな打席は。そこでなんとかしたいですね。いやーなんかこうさほなんかこう外野フライとか来ないかね。そうですねもちろん変化球絡み。いや涌井も頑張っていくからねなんとか打線奮起してほしいけど。やばい暇だライト暇だ。もう小話ないよ。もう今日は小話ないよ。先ほどの打席はセカンドゴロに高めのボール打ちました。高い打球センターへこの打球はフライになっています。よしよしよし掴んでスリーアウトです。なんとかチャンスで回ってこねえかな。全然ヒット打ててない。3本しか打ってないでしょロッテ。8回の裏に入りましたイーグルスの攻撃しゃごい。今日は代打で途中出場2回目の打席が回ってきました。いやもう点取られるわけにいかんね。ツーベースヒットを放っています。変化球よしタイミングは合いませんでした。バッターボックスは2番山崎。来い仕事させろ。ツーアウトランナーありません。ここは打ち上げています。もうあれだな攻撃で仕事するしかない。一発狙うか。バッターボックスは3番よし。いやすげえな完封ペースだよ。ツーアウトランナーありません。させねえよな。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね最後きっちり締めてもらいたいですね。打つ打つぞ。いやーくそーちょっと下叩きすぎたのか。打ちて。いや待ってくれよ。いや強振でいくか。強振でいこうか。いやミートだな。ついデスパネでしょ。ヒット出れば一発あるから。よしストレートくんなよ。反応できないぞ。ストレートは無理やぞ今は。あぶねえあぶねえ。チェンジアップダメだ。ストレートもダメだ。もう打てねえぞ。打てねえわ。打てる気がしねえ。インサイド落ちました。抜けろ。いやあはーい何もできなかったな。すげえな。楽天イーグルスが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。すごかった。連敗をちょっと調子上がんないですね俺が
この企画中何打席バッターボックス立ったか分かんないけど全然打てないわ。はい、どこ取ったっけ、ソフトバンク、オリックス、楽天取ってるから、あと日ハムと西武か。そうだね、もう取るとしたら5月だね。ハムここで取って、でここら辺の西武を取る感じにしましょうか。うん、ということで、次は日ハム戦取っていきたいと思います。はい、そんじゃ、今回はここで終わります。バイバイ。